知床岳は北海道羅臼町、斜里町にまたがる知床半島の中の第四期火山である。標高は1254.2メートル。山体は両町にまたがるが、ピークは斜里町に属する。その原始のままの自然は常人を近づけない。塩水系火山で山頂には大爆裂火口がある。地質は安山岩質の清掃火山である。南東は なだらかな高原上で、山頂北側には、崖があり、河口壁と推測されている。山体の西斜面をポトビラ別側とタコ岩の沢が、刻んでオホーツク側へ、東斜面をうなき別側とカモユンペ側が刻み、根室海峡へ注いでいる。山体は、更新夜噴出の安山岩の溶岩からなり、山両西斜面には、針葉樹林が広がっている。浸食が進んでいるが、 北面を除く山頂一帯と知床沼周辺には火山地形がよく残されている。火山活動の時期は60万年から20万年前。北側にはおちちうし交渉、南側に鉄板別鉱山を有するが全く開発されていない。知床火山の火山帯地形遣いから直接強風が吹きつけ、 気候も冷涼であるため森林限界が500から800メートルと低く、下部はだけ缶は水なら上部はとどまつ、廃末帯となっている。藩の木も見られる。またヒグマやオワシ、シマフクロウなどの大型鳥獣も多い。ウトロ川から小滝川を底、もしくはアイトマリ川から海岸線を北上し、観音岸から宇奈木別川から、ポロモイ大地へと出て稜線図体に倒範する。 環境省では、相泊り側からのルートを推奨している。整備された、登山道はなく沢の底行や廃末の矢ぶこぎをしなければ、山頂に到達することはできない。ところどころ踏み跡はあるものの当てにならない。ただし、伏流水は、至るところに見られる。どうしても野営をする場合は、知床沼周辺に4人用テント3から4丁程度の指定区域が特別に設けられている。 また、ラウス町のルサフィールドハウスでも、最新の情報を手に入れることが可能である。山頂からの眺めは、ポトピラ別側の大崩壊地が凄まじい。ウトロ川からのアタックは、知床大橋から鉄板別側へと右岸の道へ、入径し、小滝川へと進む。積雪機は、スキー登山で知られているおり、カモイウンベ川ルートも取ることができ、草曝からカモイガーウンベ川岸から、 主猟船これを目指すか以前に吐き替えおねを目指す。デポ機も必要で陶器は、相パクルサ側が閉鎖されることもあるので、関係各所に問い合わせることが必要となる。知床だけから、知床岬に縦走するルートもある。こちらも、同様に登山道はなく、相応の体力、独自能力が要求される。ありがとうございます。